ハワイからアロハオレナです。今日はですね、見てちょっとこのサラサラ具合を見てください。美容院に行ってまいりました。そしてなんとかっていうのをやっていただきまして、サラサラになっております。いや、サラサラでもいいんですけど、やっぱり風が強いわね、ここね。まあなんて風が強いのでしょうか。はい。綺麗なのでここでね撮ろうかなと思ったんですけども、ちょっと風が強くてゆっくりおしゃべりしてられないかもしれないですけど、見てみて、なんかすごいでしょ。綺麗になったんです。はい、ということでですね、今朝も、女神スカウトみたいな感じで、ズームを今朝もやらせていただきました。なんかどんどんこうね、輪が広がっていくのがすごく嬉しいなというふうに感じています。そしてですね、本当にですね、私自身もそうなんですけれども、アウトプットなんですよ。全てはアウトプットから始まると思っています。皆さんいろんなこと学んでねいるんですけれども、いろんなこと知ってますよね。だけれども、これをどんどんアウトプットしていくことで、どんどん身になっていくっていうんですよね。そしてよく私言うんですけれども、いろんなことを学んだら実践してくださいねって言っているんですが、その実践っていうことの意味にはですね、アウトプットっていうことも入っているんですよ。ね、ぜひぜひやり始めるのが一番です。本当にやり始めた人が、いち早く始めた人がやっぱり幸せになっていくのも早いと思っています。これは本当に私そう感じているんですね。やっぱりね、人のやるのを見ていいなとか、よくいるじゃないですか。 YouTube でも、YouTuber さんって言われる方が登録者数がすごく多かったりするでしょ。あと何でしたっけ、フォロワーさんが何人っていうさ、もう本当にさ、最初からやっていって、でとても上手にやられてた方が、フォロワーさんが多かったり当たり前じゃないですか。早くに始めてるんですからね。でもそこばかりを気にしている人はちょっとできないいいですか、そういうところを気にしている人はですよ、ブブーなんです。私的に言うとブブーです。もちろん YouTube も、登録者数大事です。登録者数が増えるとできることが増えます。インスタも登録者が1万人になったら、もう全く見えない世界になるそうなんですよ。本当にそれはね、お友達がみんな1万人どんどん超えていくのを見ているから、本当にそうだと思います。 でもなんですよ、やってない方、まだやってない方、やったことない方が、そんなところを気にしてね、誰々さんがすごいなーとか言って、すごい人のばっかり見てたって、ブブーですよ。人を見てどうするんですか。人と比べてどうするんですか。ね、あなたは何を今まで学んできて、人生でここまで来ましたか。そしてその人生に誇りを持っていますか。自信を持っていますか。だったらもうそれでもう丸なんです。丸なんです。ハートですよ。それでハートです。もう本当にそれでどんどん自信を持ってアウトプットしていったら、必要な方のところに届くように宇宙ってできているんですよ。わかりますか。そしてね、 YouTube 私もいろいろ見ますよ。楽しんで見ています。でも大方の方がですね、この心理系な心のことを言う方は、まあ全然別格なんですけれども、例えばハワイですよ。次から次にいろんなものを追いかけて紹介していますよね。いいです。私もこう流して見ています。テレビつけるのと一緒で、そういうふうにして見てね、面白そうとかやってますけども、いや、それをやる方たちが本当に楽しんでやっている方、ね、たくさんいますよね。でもさ、よく見てると、なんかそんなの別に追いかけなくてもいいのにってすごく思ったりもします。そんなんで有名になりたいのかなとかってなんかちょっと思うんですよね。なんだろう、なんとも言えないです。私も YouTube やっているから何も言えないですよね。だけれどもそういうことじゃないんですよ。本当 YouTube ね、自分のチャンネルです。自分の好きなこと、自分が大事に思っていること、それをどんどん発信してくれれば、本当に喜んで見てくれる人がいるんですよ。で、インスタもそうです。私もフォローさせていただいてる方ね、フォロワーさんとか本当にもう2桁の本当もっと少ない方とかもいらっしゃるんですけれども、すっごく素敵な投稿をされているんですよ。だからもういつも楽しみに見せていただいたりするんですね。だから本当に怖がらずに自分の大切なこと、自分の大好きなことを発信していくっていうことが、これからの時代本当にかけがえのない楽しみになっていくと思います。私も本当にたくさんの方がこうやって見ていただいて、そしてですね、見つけてくださるんですよね。なんかハワイの女神って検索したら YouTube が出てきましたって、まあ嬉しいというふうに思ってるんですけれども、なんかそんな風になんか嬉しいんですよ。そしてたくさんね、つながりができて助けていただいてってやれるのが本当に何だと思っています。ということで、なんか画面が暗くなってしまったんですけど、見えてるの終わっちゃったのかな、あれどうなんだろうわかんないけど、ということでまた女神全開でいきたいと思います。髪がね、そうケラチンって言ってましたかね、なんかそういうパックみたいなのがあって、トリートメントわかんないけど、こうやってねうねうねってなってた髪の癖が抜けてサラサラになっています。ということでまたね。Ikaw